If you watch this video to the end, you can learn the correct bunkai for this technique. Hi guys, I'm Yusuke, karate coach here in Japan, usually in Tokyo, and I'm here for you to show what it's like to practice karate in Okinawa. I've done a season 1 of this series, Yusuke in Okinawa, already last year, so please check it out from up here. And in this episode, we're going to be trying out Shorinjiru's most important kata called Seisan. Let's get started. こう構えて、ついて、はい、こう肩落として、その時ね、こう、あと上等座、この肩甲骨が出ないという感じです。はい。そして、こうして、本当鍛えます。そして、ここね、ここ、ここに、はい。ここにパンチ入れます。そしてね、ここね、球を蹴られないように締めないという感じですね。はい。こう蹴られますよね。ああ。だから締め、だから、こうなるという感じですよ、こう。そう。ああ、はい。後ろが蹴ってみてください。後ろから、はい、ああ、そうですね、もうここが邪魔で、はい、だからそれが生産たちの基本、うん、僕は広かったんです、広い広い、締めないといかんですよ、はい、こんくらいです、そうそう、はい、はい、オッケー、はい、オッケー、はい、はい、そう、広げてね、こう広げてさ、こう締めるということで、はい、うんうん、これが、そして、はい、はい、引いてください、1、はい、2、なるわけでさ、これ上等、はい、そしてね、できたらこの手首がね、はい、肩の高さ、はい、これが外受けのね基本です、僕らは、少しここより上になるんですね、いやいや、一緒一緒、これ、これも拳が、では先ほど、ああ、なるほど、はい、これ、ここですね、はい、これ、はい、これ、何でもダメです、あ、あくさ、ああ、ここですね、そうそう、はい、オッケー、そして、この肩甲骨を出すということですね、下げて、だから、こうして、こうして鍛えます、はい、こっちに、こっちに、ね、はい、こうして、 So this Tanren Gata holds a very important meaning within a style to train the fundamentals. In this style of Shorinjiryu, they do Seisan. Gojiryu does Sanchin, and Shotokan does Tekki, although a lot of schools don't. The Tanren Gata is usually short and simple because you want to focus on the fundamentals. What's your Tanren Gata in your style? Or do you guys even have this concept? Let me know in the comment section below. はい、これ3回進みます、これ。この後は、そしてね、呼吸もね、これ呼吸の方があります。はい。力入れるときは吐き出す。そして吸う。吸って。吸って。そう。力入れるときは、すべて息を吐く。はい。ね。うん。はい。 吸って、はい、吸ってみます。はい、吐いて、また吸う、はい。うん、はい、もう一回。吸って、えーっと言って、蹴り入れます。はい、回って、押さえつける。うん、はい、1、1でこう受けますわ、半身で。 はい、正面にして、これ手を、はい、手を捕まえて引っ張ります。そうそうそう。はい、1、はい、2、はい、3、はい、4で引っ張ります。1、半身で、はい、2、はい、3、はい、4。あとは自然体、これ、すべてはもう自然体でやるとなっていますからね。はい。あと右向いて、連続突き。はい、蹴る。 蹴る、はい、とどめ、今度は違うに、うん、はい、はい、蹴る、はい、とどめ、はい、足置いてからね、あ、はい、足置いてからとどめます、はい、そう、はい、今度はこっち側に、後ろ側に、後ろ、こう、後ろ側に、外を蹴る、はい、連動する、はい、右で蹴って、足置いてから、とどめ、そう、こう、とどめしたら、これ、とどめのつもりだけど、敵が手をつかまえてしまうんです、敵に、はい、これ外す。 そのために、こう、四股立ちになってこう。はい、オッケー。こうついた形としては。それ、これ、捕まれてしまった。はい。ここ外れない、こんなのは。はい。しかし、こうかけてね、外かけて、四股立ちすると外れます。はい。これ、そういうとこですね。うん。なるほど。そういうことなんです。これ、分解すると。はい。これ、ここでもね。はい。ついて、はい。はい、これ、ついて、はい、人は、はい。そう。うん。そういうことなんこれは。はい。うん。だから、四股立ちにならんという感じです。下に下がるんですね。うん。はい。
踏ん張るわけです。はい。そう、OK。うん。You guys can now practice the kata of Seisan. The next episode is going to be on Chinto, and a lot more difficult kata within the Shorinji-ryu system. If you'd like to train karate or the things I've learned in Okinawa with me, then please come check out my online group lesson or private lesson that I offer from right here. Together with over 100 students on my online lessons, I cannot wait to share the awesome karate experience with you. See you guys in my next episode.